バンスカー・ビストリツァのスロバキア民衆放棄記念日放棄1日目の選挙図。中央の黄色の範囲が放棄軍占領域で矢印はドイツ国防軍の進行方向スロバキア民衆放棄は第二次世界大戦中にスロバキア共和国の軍や民衆がナチスドイツの支配に対し起こした武装闘争である。スロバキア国民放棄またはスロバキア民族放棄とも 1944年8月29日に、ヨゼフティソによるドイツ傀儡政権を倒し、チェコスロバキア共和国を再建することを目的に、中部スロバキアのバンスカービストリツァで勃発した。放棄軍はドイツ国防軍に制圧されたものの、その後もソ連軍による1945年のスロバキア解放までゲリラ戦が続けられた。民衆放棄は戦後、大戦中における、 スロバキア人のレジスタンス運動の象徴とされ、様々な派閥が自らの功績を主張した。後のチェコスロバキア共産党政権は、スロバキア共産党が主体となった闘争だったと総括したが、実際にはスロバキア軍の将校や兵士、スロバキア共産党パルチザン、宗教関係者などを含む国内のあらゆる階層の反ナチス政治集団がそれぞれ戦闘や、 支援活動に参加していた。ただし、核となる組織や戦力がなかったため、スロバキア全土の反乱闘争には発展しなかった。ロンドンのチェコスロバキア亡命政府指導者エドバルド・ベネシュは1943年からスロバキア軍の反体制分子との連絡を取り始め、一斉放棄に向けた準備に着手した。同年12月には、亡命政府及びチェコスロバキア民主党、 チェコスロバキア共産党及びスロバキア共産党、スロバキア軍の反体制分子が地下組織のスロバキア国家評議会を結成してクリスマス協定に署名し戦後直ちにベネシュを主犯としてチェコスロバキア共和国を再建することを約束したスロバキア軍部隊による放棄軍は1944年3月スロバキア軍参謀総長ヤンゴリアン中佐の指揮の下。 中部から東部にかけての拠点に資金や弾薬などを備蓄した。放棄に備えて秘密裏に組織した部隊はチェコスロバキア内務軍、第一チェコスロバキア軍を自称。また、スロバキア兵士約3200人がパルチザンやソ連軍に交流した。1944年夏、パルチザンはスロバキア北西部の山間部を中心に占領ドイツ国防軍に対する攻撃を強化。 同年7月には、ポーランドのソ連軍部隊及び、ポーランド赤軍がスロバキアに向けて、進軍を開始し、同年8月までに、スロバキア東北部の国境を 40km 地点に、あるクロスノに達した。この間、スロバキア空軍東部軍艦区部隊を含む放棄軍の主力部隊は、極秘裏にプレショフへ移動した。この時点では、以下の2つの作戦案が考えられていた。 主力部隊の参謀長を務めるビリアム・タルスキー大佐は、スロバキア国家評議会及び、放棄軍司令部に対し、状況に応じて2つの案のどちらかに従って、放棄することで合意していた。イワン・コーネフ式下のソ連軍第1ウクライナ、方面軍到着を待ち、ポーランドとスロバキアを結ぶ要衝のドゥクラ峠を、確保した後戦闘を開始する。 ーキ軍ヤンゴリアン司令官の指令に基づき直ちに、ドイツ国防軍への攻撃を開始し、ソ連軍が到着するまで国内での戦闘を継続する。こうした中、1944年8月27日、キエフのソ連パルチザン司令部指揮下のパルチザン部隊が、西辺で連合国側についたルーマニアに侵攻する、途中だったドイツ国防軍部隊を北西部のマルチンで襲撃。 ドイツ国防軍兵士30人を殺害した。このため、ドイツ国防軍は反乱鎮圧を目的に翌日から、スロバキア共和国全土の占領を開始し、スロバキア国防大臣のフェルディナンド・チャトロ首相軍は8月29日午後7時、国営放送で、ドイツ国防軍のスロバキア占領を発表した。この発表を受けて、放棄軍司令部は直ちに武装放棄の暗号司令を、 放棄軍全軍に送った。しかし、主力部隊は、タルスキー参謀長が行動を起こさず、翌8月30日に空軍部隊に対して、ソ連軍との合流地点としていたポーランドへの飛行を禁止した。同日午後には、部隊は、戦闘を行わないまま武装解除され、放棄は、中心となる戦力を変えたまま始まることになった。参加した。 戦闘員の数については正確には分かっていない。法規軍には当初兵士約1万8000人が加わっていたが、1944年9月9日には4万7000人に増加。後に30カ国から1万8000人が加わって6万人規模となった。スロバキア軍兵士のほかソ連パルチザンに合流したフランス人パルチザン特殊作戦執行部。 米軍戦略庁報局の隊員などで構成されていた。一方保有兵器については、放棄時の主力部隊の脱落により、空軍のわずかな旧式の副用機や、急増の走行列車程度しか持たない、貧弱な状況だった。放棄軍には、ソ連軍が支援したほか、米軍も10月7日に、戦略庁報局員を乗せた B-17 を、 バンスカービストリツァ南方約10キロのトリドビ空港に派遣し補給物資を提供した。放棄軍に参加したスロバキア共和国軍第18、対空砲兵中隊ズボレンに保存されている走行列車フルバンヤンゴリアン司令官の指令を受けて、放棄軍は8月29日午後8時に放棄を開始。翌8月30日にはバンスカービストリツァに入り、 放棄軍司令部を置いた。一方ドイツ国防軍は8月31日、東部軍管区のスロバキア軍を武装解除した。逃走してソ連パール地山に合流したり自宅に戻った兵士がいた。一方、多くの兵士が収容所に送られた。9月5日、ヤンゴリアンは全放棄軍の総司令官となり、中部軍管区のスロバキア軍兵士4万7000人を、 放棄軍部隊に動員した。当初は約2週間持ちこたえてソ連軍の到着を待つ予定だった。放棄軍は9月10日までにスロバキア中部から東部にかけての広い範囲を勢力下に置き、域内の2つの飛行場ではソ連空軍機の飛行が始まった。新独政権のティソは放棄開始後も依然としてブラチスラバで権力を掌握していた。 ドイツ国防軍は、放棄軍鎮圧のために四万人のナチス親衛隊を動員し、ソ連軍の侵入ルートを確保しようとしていた、放棄軍2個子団の兵士二万人を制圧して、武装解除した。亡命政府のベネシュは、放棄前の1 9 4三年十二月、放棄に対するソ連の支援を取り付けるために、モスクワを訪問し、スターリンやモロトフと会談していたが、放棄が、 ポーランドのワルシャワ放棄と重なったことから、放棄開始に合わせたソ連軍の軍事支援は行われず、しかもソ連パルチザン司令部は、放棄軍に対して優位な立場を確保するために、放棄軍司令部の頭越しに直接前線のパルチザン部隊への指令を続けた。またソ連パルチザンは、放棄軍が備蓄していた武器、弾薬を放出させたほか、ソ連が 大き軍支援のために投入した兵器の大半を接収し、スロバキア側にはほとんど渡さなかった。9月8日、ソ連軍は、スロバキアとポーランドの国境にある、ドゥクラ峠制圧作戦を開始し、カルパティア山脈の山中から、ドイツ国防軍を攻撃した。戦闘は10月28日まで、約2ヶ月間にわたって続いたが、ソ連側の死者が2万1000人に達する。 大きな犠牲を払っただけで終わり、峠を制圧することができなかった。ソ連軍が下記に大規模なバグラチオン作戦を実施した直後だった、ことやワルシャワ放棄失敗などが要因として重なり、作戦は失敗した。この頃になると、亡命政府のベネシュ、ソ連パルチザン、スロバキア国内の各集団が主導権をめぐる争いを始めていた。ベネシュは放棄前と、 同じく主導的立場を取ろうとしたが、放棄軍総司令官のゴリアンはいずれの集団にも組みしなかった。この混乱の中、亡命政府国防大臣を務めた元チェコスロバキア軍将軍のルドルフ・ビエストがスロバキアに帰国して放棄軍に合流したため、ゴリアンは総司令官をビエストに譲って自らは副司令官に就任した。 ビエストは10月7日に部隊を掌握したが、各集団の思惑に阻まれ、放棄軍全体の戦況を十分に把握できる立場にはなかった。また9月17日には、ズボレン軍スリアチュマチのトリルビ空港に、米軍戦略庁法局のジェームズ・ホルト・グリーン注意が、乗った、B、B-17 爆撃機2機が、翌日には、英軍特別作戦部のジョン・セイマー少佐が乗った。 英軍機が飛来した。二人は、西部戦線の連合国軍に対し、放棄軍の形勢が悪化しているのではないかという懸念を裏付ける報告を行った。ドイツ国防軍は9月19日、放棄軍鎮圧作戦の指揮官を交代させた。この時点で作戦に加わっているドイツ国防軍部隊の兵力は、武装親衛隊の4個師団を含む8個。 師団4万8000人で構成され、うち1個師団は親、ナチスのスロバキア人部隊であった。一方、法規軍は10月1日、連合国側から連合国軍部隊としての承認を受けることを期待し、チェコとスロバキアの再統一を目指す意図を込めて、部隊名を在スロバキア第一チェコスロバキア軍団と改名した。ドイツ国防軍はハンガリー駐屯部隊の三万五千人を、 動員し、10月17日から10月18日にかけて放棄軍への総攻撃を開始した。この時スターリンは、ウクライナ東部のソ連軍、第2ウクライナ方面軍に対し、ドイツ国防軍の防衛が手薄となったハンガリーに転身するよう命令。スターリンの関心が、スロバキアやチェコから、ハンガリー、オーストリア、ポーランドに移ったため、スロバキア方面における、 ソ連軍は10月後半にすべての作戦を停止した。このため、ドイツ国防軍は10月末までに放棄軍勢力圏の大半を取り戻し、放棄軍を包囲した。この間の戦闘で双方に少なくとも1万人の死傷者が出た。追い詰められた放棄軍は10月27日、バンスカー・ビストリツから撤退した。放棄軍に加わっていた。 米軍特別作戦部員及び、米軍戦略庁法局員も、放棄軍と行動を共にした。放棄軍は戦術を、ゲリラ戦に転換することになり、司令官の BS とは10月28日、ロンドンの亡命政府に対して、放棄の集結を報告した。10月30日、ドイツ国防軍とスロバキア共和国政府は、バンスカービストリツァで、放棄鎮圧の祝賀会を開き、 ティソは、沈圧に功績があったドイツ国防軍兵士に、勲章を授与した。ティソのこの行為については、ドイツ国防軍に捕らえられ強制収容所に送られた、放棄軍兵士の処刑阻止やドイツ国防軍による、スロバキアの主要3都市爆撃阻止の狙いがあったのでは、ないかとする説もある。バンスカー・ビストリツァの SNP 博物館、放棄軍部隊とパルチザンは、 カルパティア山脈の山中にこもって抵抗活動を続けた。ドイツ国防軍は報復として放棄軍を支援した容疑で多くのスロバキア人を処刑し93村を破壊した。その後の調査によるとドイツ国防軍の報復行為による死者はスロバキア人住民、ユダヤ人、ロマ人及びパルチザンの合わせて5304人に上り処刑者を埋葬した。 共同墓地が211カ所で発見されている。このうちフロン県内のバンスカービストリツァ軍クレムニチュカ、村では747人が、ブレズノなどフロン軍、ネメツカー村では約400人が処刑された。ネメツカー村ではドイツ国防軍の特殊部隊によって村民の遺体が村の石灰用で焼却処分されたため、正確な犠牲者の数は現在も不明である。 ドイツ国防軍は11月3日、法規軍司令部のゴリアンとビエストを、バンスカービストリツァ東方約15キロのブレズノなど、フロン軍、ポフロンスキー部個別村で逮捕。尋問した後銃殺刑に処した。法規軍に同行した、英軍特別作戦部と、米軍戦略庁法局の隊員は合流し、連合国軍に対して、早急な支援を求めたが、 ドイツ国防軍は12月25日に隊員たちを逮捕。数人を即決裁判で処刑したほか、残りの隊員を拷問や処刑が行われていたマウトハウゼン強制収容所に援行した。スロバキアにおけるドイツ国防軍の放棄鎮圧は、スロバキアの新独政権の崩壊をわずかに先送り、下だけに終わった。ソ連軍及び新たに、 ドイツに戦線復刻したルーマニア軍は、チェコスロバキア国内のドイツ国防軍への攻撃を開始1944年12月までに、スロバキア南部からドイツ軍を駆逐した。さらに1945年1月19日、ソ連軍は、スロバキア東部のバルジェヨスビドニーク、プレショー、コシツェを制圧するとともに、 同年3月3日から3月5日にかけて、スロバキア北西部を制圧した。3月25日には、バンスカービストリツァを、4月4日には、ブラチスラバを制圧し解放した。スロバキア共和国政府はオーストリアへ亡命したが、5月8日に、米軍に降伏し消滅した。スロバキア民衆放棄は、欧州東部戦線を、後方から支えていたチェコスロバキア国内のドイツ。 国防軍部隊に大打撃を与えてより早く、チェコスロバキアを占領状態から解放することが可能な闘争だったが、放棄時期の悪さや、放棄軍への妨害とも言えるソ連パール地産の非協力的態度によって、当初も論んでいた軍事的目標を達成することができなかった。放棄軍の攻撃、ドイツ国防軍の反撃及びその占領によって、 スロバキアの国土の大半が荒廃した。戦後のスロバキアでは、ブラチスラ橋のドナウ川に建設したシャバリ橋を、スロバキア国民放棄教と命名するなど、各地に放棄を記念した公演や、記念碑などが設けられている。また、放棄軍司令部が置かれた、バンスカービストリツには、SNP 博物館があって、研究活動を行っているほか、 連邦制解消後の1993年以降、放棄が始まった8月29日を国家の祝日であるスロバキア国民放棄記念日と定めている。ありがとうございます。